先日、母親が還暦を迎えたので、何か思い出に残るものを贈ろうと考えました。最初は花好きの母なので、5000円程度の花を贈ろうと思っていましたが、母と同居している兄から、母が花を買いすぎ置き場所がなくなり、兄嫁が困っていると言われたので、いろいろ探しました。すると、花でも額に入って、部屋の中に飾れるものがありいいなと思いました。しかし、2万円以上するものがほとんどでした。一生に一度の還暦で、早くに、私の父は亡くなってしまい母は、かなり苦労して、私たちを大学まで出してくれて、ようやく人生の節目を迎えるので、多少高くても、心に残るものを贈ろうと思いました。私と主人は現在共働きですが、家のローンや、子供のための教育貯蓄などで、節約と貯蓄をしているので、2万円以上のものを買うためには、主人に相談する必要がありました。主人は、結婚当初から、私の母にも良くしてくれて、母を連れて、3人で旅行に行ったこともありました。相談すると、主人は、反対は、しないけ、ど今のうちの経済状況から考えると、少し高価すぎる気はするかな。確かに、大事な人生の節目だから、何か心に残るものをあげたらいいと思うけど、それって、別に値段で決まるものじゃないよね、と言いました。案に反対していることが分かり買いにくくなりました。私たちは、貯蓄を始めてから、細かな家計簿をつけていたので、主人の親の還暦の時、いくらいの贈り物をしたのか私は見てみました。すると、還暦祝い20万という記載があり、最初桁を間違えてると思いました。内訳を見ると、主人は、両親の還暦祝いに、2泊3日の旅行をプレゼントしていたのです。主人の両親は同じ年なので、一緒に還暦祝いを送ったのでしょうが、それでも一人10万円という計算です。私は、早速、それを主人に言うと、ああ、うちの親意外と、そういうところは、うるさくて安物はいらないって言ってたから、じゃあ10万いかなと思って、と言うので、私の話に、2万以上は少し高すぎるって言ったじゃない、と言うと、こう言っちゃなんだけど、俺とお前の収入の差とかあるし、うちは、意外と高級志向だけど、おぎぼさんは、どちらかって言うと、安いもの大好きって感じじゃん。だったら、そういう人に高価なものを贈るのは、あまり意味がないんじゃないかなって思ってさ、と言われました。母にもよくしくれていた主人が、そのように私の母を見て、彼の両親と比較していたのだと思うと、すごく裏切られた気持ちになり、トイレにこもって泣きました。悔しいので、兄からお金を借りて、母には、5万円ほどのものを贈りました。しかし、それから、私の主人に対する気持ちが一気に冷めてしまいました。実は、主人の両親の時、私は、今年おぎふさんとおぎぼさん還暦でしょ？どうするの？と聞いたら、適当に何か贈るよ、と言っていたので、たまには、温泉旅行とか何か残るものを贈った方がいいよ、という会話があってそれっきり。そして、家計簿も、その時は、2万2人分と書いてあり、私は、その額を、当時は、主人の小遣いで出していたと思って、別に騒ぎにならなかったんです。今回見ると、2万の2の部分が修正益で消されて20万になってた。結局主人を問い詰めたら、当時夏のボーナスの額がかなり減ったと言っていたが、そこからひねり出したことがわかりました。